それでは多肉植物の寄せ植え対決スタート。番組初登場、三上雅史さんを特別審査員に迎え始まった筑紫女学園高校との寄せ植え対決。そのアイデアって今までなかったので、もう本当に脱帽です。園芸王子が絶賛した作品とは。今回の対決は個人戦。多肉植物を好きな器に植え、発想力や美しさを競います。前回惨敗だったからな、はい、前回惨敗なんで、あ、今回一人でも、うん、ベスト3入りましょうよ、はい、あ、そうやな、それを目標にしましょう。オッケーオッケー、ね、みんなでアイデア出し合いながら、あ、なるほど、やってた方がいいんで、そうそうそう、先輩作り直してくださいもうだから味方と思ってないもんもうおじさん同士で喧嘩しないの。一方、園芸部選抜メンバーの12人、作業が早い。これを家の大きな木に見立てて自分の庭を表現したいなと思ってこれを選びました。ちょっとしたオアシスを作りたくて頑張ります。ここで審査員の三上さんが高校生に禁断のアドバイス。セダムあるんですけど、これ分けることできるので、細かく小さく分けて間、土が見えるところに埋めるように入れると全体が結構こうリズミカルになるのでおすすめだったりもします。王子、私にも教えて。さあ、制限時間の1時間で個性豊かな作品が完成。この中で三上さんと国分さんが選ぶ最優秀作品は、流行る第1位はこちらです。おめでとうございます。多肉植物をあえてこのランダムにいろんな方向に植えてるんで、すごく立体的に近くで見ても見えるんですよね。驚いたポイントがここのピックの使い方で、あえてそれを使うと。あー、ガーデンって書いてありますよね、植栽に、はい、植物名。そのアイデアって今までなかったので、もう本当脱帽です。めっちゃ嬉しい、そんな風に言ってもらえると思ってなかったのでピックをちゃんとその植物に刺してるっていうのを気づいてもらえてすごく嬉しかったです。去年に続き優勝は逃したものの、ゆうきさんの作品が2位に選ばれる奇跡が。優勝かと思ったんだけどな。嬉しいくせに。そして三上さんから高校生にサプライズプレゼント。これどうなってるかっていうと、これ実はネルソル使えばシャベルに見つけられる。折れちゃったけどそこからまた芽吹いてこんなに美しくなるよっていう、皆さん本当にピンチはチャンスですよね。園芸の輪がさらに広がったな。三上さん、筑紫女学園高校の皆さん、ありがとうございました。